ば。こっちでしょ、はい。どう駐車場いっぱい止まってないか。ここだよね。ここだよね。あ、そばどころ、そばが専門なんだ。ちょっといいとこ行ってみたいな。ここないがいいね。ベストな。お、なんかすごいところやね。そばどころ浜さん。で、入り口は裏へお回りください。あ、でも結構もう車がいっぱい入ってる。テラス席みたいなお店だね。へえ。ということで、ゼレフさん、今日はどちらへ来ました？今日はね、あの山の中に来ました。山の中へ。実はね、あの石垣島自衛隊の駐屯地のね、はい、前に蕎麦屋さんがあるって、ね、もうすぐ近く、はい、出入り口の右手の方に入っていくと、そう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 、もう上りが立ってるから、もう、市内から来ると駐屯地があって、駐屯地の右手、右にキュッと入っていきます。おいろいろ早速行ってみましょうか。そばどころって書いてあるんだけど、いろんなメニューあるみたいで、おちょっと行って食べてみたいと思います。はい、はい、行ってみます。行ってみましょう。こんなところにって感じだよね。まだ開店が最近だよね。うん、まだ開店おめでとうのお花が。はい、メニュー紹介です、はい、おそばどころっていうことでね、おそばがいろいろ早期三枚肉セットがあります。でちょっと今残念なことに天ぷらがちょっとまだ準備中らしいです、ね、ちょっとおやつに、3時のおやつに買っていこうかなと思ったんだけど、ね、でもあれはほら期間限定だけど、うん、牛汁とかもある。うん、魚汁もちょっと気になった、うん、煮付けじゃないもんね、魚汁だもんね。そう、来た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 、ソーキそばセット。豚骨じゃないな、違うね、なんかおかつおだしで、うん、ジューシー、これはね、白米かジューシーか選べるそうです。おー、ほんほん、そば、三枚肉そばの単品です。はい、とこちら、ちょっとお待ちくださいね、はい、なんとセットにお刺身もついております。おお刺身に、あと俺の大好きな たっぷりマカロニサラダや。マカロニ、卵、もうほら何、マヨネーズびっちょびちょ大好き、ね、いいね。あ、なんかこれお得かも。そしてはい、これが、早期三枚肉そば。三枚肉も結構結構入ってるね。三枚とか三枚肉が入ってるのかなと思ったら違うんですね。いや三枚かもよ。どう考えても4枚ぐらい入ってる。ね、三枚肉そば分厚い1センチぐらいある。あるこれちょっと濃厚みたい。どうでしょうかね、味は。なんとこちら俺のサイドメニュー、そうサイドメニュー、ネギトロ丼って、このネギトロがボンって乗ってるね。ネギトロ、うん、塊だな。そうだから、もうちょっとこうしてね、うん、イクラも、あ、海ぶどう、海ぶどう付き、うん、で、卵、海苔に海ぶどう付き、そばの単品ですね。イクラだね。一緒でも大丈夫ですか。申し訳ないです。そして卵の黄身、こちら牛汁単品。そう、単品、はい、今日のお友達がね、牛汁単品です。大根もしっかり入ってます。
スープが一緒系かな。いや違うでしょ。違うのかな。牛だもん。おそばは牛じゃないでしょ。え、これはね、三枚肉そば。この厚さ、この厚さすごい。三枚肉だけど4枚入ってますね。これこれだよ、これ。枚数にこだわるね、うん、分厚い、分厚い塊、塊で、麺は、私の好きな細平麺。この麺が平麺ですね。味が染みてうまいです、はい、これね、ちょっとスープいただきます。魚介類の出汁だ。そう、カツオ、カツオ出汁。うんうん、なんか魚介類の出汁で結構味がしっかりしてる。あ、ご飯が進むくんの味ですね。じゃあこちら、ソーキそば。ソーキそばももちろんかまぼこ、平かまぼこが乗って、で、ソーキもめっちゃたっぷり入ってるよ。あ、これ軟骨じゃなくて、こちらのソーキそばは本ソーキですね。うわ、うまそう、ね、あ、結構入ってんな。そう、でかい、しかもでかい。うん、これも3枚肉バラに入ってる。3枚これはいいですね。で、おそば、おそばだね。はい、いただきます。いただきます。じゃ、まずはスープから。あ、本当だ。でも豚骨の味もしっかり効いてるよね。うん、スープがうまい。いや、魚介じゃないでしょ、これ豚骨。豚骨だよ。豚骨、うん、魚介じゃない。なんでそのスープ。違う、違うかなと思って、魚介っていうか。どうだろう、豚骨でしょ、これ。ゼリオのバカ舌が。ほんまや。豚骨、豚骨だよ、魚介じゃないよ。ギョギョギョってやつ。本当にギョギョギョだよ。、うん、すごい。あ、お肉もしっかり、もう骨ばねれがいい。すごい煮込まれてる。肉すごいね、うんうん、お肉も柔らかうまい。味はしっかりしてる、うん、うん、あ、ちょっとほら、離れてるとこやから、離れててさ、味が薄かったらちょっとがっくりこん。でもここね、つい3日前にオープンしたんだって。お客さんがどんどん来る。だからこんな山奥みんな 目ざといな、うん。じゃちょっと先にジューシーいただきますね、うん、ジューシーも結構なんか色的になんかしっかり、あの、何、アジクータっぽい色味してるけど、ちょっとこれもね、ネギトロ丼、ネギトロ丼も冷やして食べてもらえる、うん、おじいになったもんだからね、入らないのよ、ちょっとあまり。おじいはきついね。おじいになるときついね。これネギトロ丼、ネギトロ丼です。これお醤油かけるの、わさび醤油かける、卵をかけるだけ。そう、醤油でしょ。醤油、わさびはかけない、わさびないで、ちょっとこれをかけた後、じゃーん、ほら映ってないよ、じゃーんって言ってるけど、映せよ、じゃーん、田舎よ。で、ここにね、あのトッピング、トッピング、グググググって言わんのかい、うん、なんかこの森がまたうまそうじゃん。ほらね、ほら、こういう感じでお裾分けしよう。はい、お裾分け。この山だけどお刺身美味しい。このマカロニサラダ、なんか懐かしいみかん缶詰が入ってる。うん、あ、なんか懐かしい。牛トロ丼、ちょっ
牛トロ丼じゃない、なんだっけ牛トロ丼じゃない、ネギトロ丼、ネギトロ丼、牛にトロねえし。いただきます。うん、うまし、うん、トロがトロットロ、うん、わさびが美味しいよね。なんか麺ツルツルだな。麺がすんごい染みてる味が、うん、まあネギトロドッカンだったね。一口食べる、一口ネギトロドッカンでした、うん、ジューシー君、ジューシー君、色が濃い、うん、だから食べる時はそう、こう、これちょっとこう向けながら、うん、色が濃い、そう、でもしっかり味ついた感じ、うん、何、ひじ、海藻入ってない、海藻、ひじき入ってるね、ひじき入ってるよね、うん、でもしっかり味して美味しいよね。ちょっと柔らかい感じ、柔らかめ、うん、そばは三枚肉よりもソーキそばいい、ね、でも三枚肉もしっかり分厚いじゃん、分厚いんだけどちょっと歯ごたえがある、うんうん、なんか一つ下のものをもらいたい、こっち、ひじきがちょっと入ってる、ちょっと入ってる、ちょっとネギトロが、うん、ネギトロ、うん、うんうん、ね、ネギトロ丼じゃなくてネギトロドーンって感じ、ほんとネギトロ、うん、たっぷりだね。ネギトロドーンで、これ、うんうん、スープが、あ、全く違う、もうこれ全く違う、もう牛汁だ、この何、そばのスープのかけらもない、牛汁、これはだって豚だもん、豚だしだもん、これの牛そばはかなり牛の味がメインだと思うね、これは。肉は柔らかい。でも、お肉もいっぱい入ってるね、うん、ほら、何、千枚だっけ、これは何だろう、これ千枚だよね、千枚です、一枚でも千枚、はい、ありがとう、うまいっすか、あ、なんだろう、あっさり味なんだけど、うん、牛がものすごく主張してる味、うん、うん、牛らしい牛味、うまいっていう感じね、そばのスープの味で今めっちゃ揉めて、うちは揉めしてる、でこれはどう考えてもこの味は豚骨でしょ、うん、豚骨メインに、うん、鶏ガラと、うん、あとお醤油とかでちょっと味付けした感じ、皆さん聞いてますよね、ゼリオの味覚は魚介スープにちょっと豚骨がちょっと入ってるかなって、でもメインは魚介、メインは絶対豚骨だって、ギョメインは魚介、いや、こっちがギョギョギョだよ、後で聞いてみましょうね、店員さんにね、笑われるよ、このバカ舌だって言われるよ。なんかさ、私好きなのはさ、こういう器がなんか好き、でこれもほら、ね、ちゃんとしやつだ、一面の、うん、うんうん、ほら、横から見てもほらいいじゃん、これ全部がこんな感じなの、
ほう、なんかほら、なんかダイヤルみたいな、こうダイヤルみたいな、なんかちょっとダイヤル柄ね、なんかダイヤル柄、こうグリグリっとこう、ほら、それじゃないな、私の好きなところは。まあでもこの結構人里離れた山の中で、うん、この味はいいかもね、うん、結構濃ゆいし、しっかりしてるし、うん、美味しい美味しい、うん、本日も完食です。骨は食べれません。じゃん、かわいいの。わ、これもどっちかというとダイヤルみたいな、ダイヤル柄回しまして回します回しますみたいな飛びます飛びますみたいな飛ばん、多分オープン記念なのかな。あ、かも、なんか言ってた、うんうん、なんかあれです、マンゴーアイスクリーム、シャーベット、アイスクリーム、シャーベットって言ってた、シャーベット、うん、だから多分限定だから、うん、サービスでついておりました、うん、あ、シャーベットだ、なんかシャキシャキする。いただきます。なんか見た感じアイスクリームっぽい感じ。ああ、マンゴーそのままや、味が。マンゴーにミルク、うん、ね、うん、なんかもう自家製って感じだね、うん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 、自家製ですね、これは、うんうん、ラッキーでした。もうマンゴーマンゴーって感じ。ちゃちゃちゃ、まあ、それはいいわ、はい、すいませんはい、今日のね、今日のはい、皆さんの疑問、出し論争、はい、ちょ、質問していいですか。あ、はい、あ、はい、ちょっと私、ホールなのであんまりわからないので。大体わかると思いますよ、簡単な質問です。はい、お年と電話番号で違う。何やねはい、はい、で、喋り出したら怖いね、うん、っていうか、はい、これ、出汁って何ベースの、何ベース、何味、あ、豚の豚骨をベースでやってると思います。で、鶏ガラとかも使ってます。鶏ガラ、魚介はちょっと入ってない。魚介は入っ、お蕎麦ですよね。蕎麦のスープ入ってないんじゃないかな。あ、カツオが入ってるかな。よし、かでもカツオ節はちょっと入れるぐらいな。私ちょっと分かんなくて、作ってるのおばなんですよ。ちょっとおばにちょっと何って聞、ちょっと軽く聞いてもらって、今ちょっと論争中で、もうトランプが勝つかハリスが勝つかっていうぐらい重大な論争ね。え、ね、うん、スーパー何使ってんのみたいな、ね、結果報告です。はい、豚が、はい、豚骨がベースと、あと鶏ガラも少し入っているのと、はい、あとちょっと玉ねぎも、ね、玉ねぎ、はい、はい、魚介は入ってないみたいな。残念ですよねおばあちゃんが、そう、うちのおばあちゃんが玉ねぎをずっと入れてて、それがまたおばあちゃんの味、あのね、甘みとコクがすごく出てたもん。おばさんがおばあちゃんやってた。ちょっとお醤油も入ってますよね。お醤油入ってる。いや、それはちょっと入ってる。お醤油も入ってると思う。少しは入ってると思うんですけど、うん、美味しかった。スープがすごく美味しかった。よかった。多分玉ねぎのせいで俺がちょっと勘違いしたのがあったかも。いや、玉ねぎと魚介は全然違う石垣の玉ねぎ男って言われてるから、あの人みたいに。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでね、勝敗はキミタンと今日のゲストさんが勝敗、もうバッチリ当たってました。すみませんでした。ウィナー。ああ、美味しかった。もう今日も完食で。完食です。新しくできた、自衛隊基地のすぐ入り口の方です。はい。そば処浜さんから。浜さん、はい、このそばは本当に味が美味しかったです、はい、あなたも論争してくださいって、そばどころ浜さん、よろしく。アンシェアアンシェアアンシェア浜、こちら室内の様子ですね。で、カウンターの中は一生懸命働いております。はい、ということでね、僕さっき、スープの勝負で負けたんで私がおごることになりました。はい、いくらですか。勝負の世界は厳しいんでね。いくらですか。全員で3400円頂戴します、はい、5000円お預かりいたします。あ、400円あるんかい。
ないないね、5000円お預かりします。はい、店員かくそー、負けた。なんかあ、それでステッカー、ステッカーをどこでも貼っていいっていうことなんで、ちょっと貼りましょうね。ここじゃない本当ここでいいの入り口。じゃあ、オッケーが出たんで、ここら辺、はい、どういいですか。どうぞどうぞ。はい、はい、変わらせていただきました。ゼリオチャンネル。はい、今日はね、浜さんでした。浜さんでした。はい、がっつりいただきました。ちょっと離れてるけど、まあ、来る価値あり。そうでね、安い、ね。定食で800円、考えられんよ。あの定食ね、結構がっつりよ。で、800円で。お腹いっぱい。安いですね。安いし、美味しいし、味もしっかりしてる。満足なお店でした。そうそう、もうドライブがてらね、ちょっと北部行くドライブがてらでも全然 OK。いいと思います。はい。はい、やってください。はい、一応、営業時間は11時から4時までだそうです。あ、はい。じゃあもう早めがいいね。ね。そう、完売するのも閉店ってことなので。そうだね。はい。はい、わかりました。ということで、はい、安心安心。